はい、わっさー。ビアコガイドナスビです。よろしくお願いします。えー、っと、9月の4日の月曜日のナスビガイドのお話です。えー、今日月曜日で合ってますよね。えー、まあ土日終わりの月曜日ということで、まあボートも当然土日に比べれば少ないので、えー、まあ釣りはしやすかったわけなんですけど、えー、今日はめちゃめちゃ荒れてる一日と、えー、なりました。 まあ、カッコ、ホのみなんですけど、えー、朝から、まあ北、北風予報だったんですけど、まあ、荒れるまで、えー、ホッでやろうかなと思ってたんですけど、えー、朝一北上するに従って、どん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 荒れてきたので、えー、すぐさま南下しました。まあ、南下したって言っても、マリーナから近い北ッの、えー、西岸エリアにまず入ったんですけど、えー、っと、まあ、その前に本日の、えー、ゲストさんは、河合さんとモスさんに遊びに、 来ていただきました。え、河井さんはナスビガイド3回目ということで、えー、初めてのナスビガイドで人生初めてのバスを釣り、2回目のナスビガイドでもバスを釣って自己記録53センチで3回目のナスビガイドなんですけど、えー、今日の朝一まではえー、人生3匹のみで全部ナスビガイドで釣っている河井さん、そしてバス釣り初めてのモスさんに遊びに来ていただきました。ということでまずモスさんに、えー フォーカスを当てて、モッサンに釣っていただきたく、もちろん可愛いさんにも釣っていただきたく、えー、進めていくんですけど、まあ話は戻ってそんな感じで風が強かったので、えー、風の弱い北湖西岸エリアのウィードエッジをやって、えー、そこでまあダウンショットではまあポロポロ魚も反応があり、 で、やっぱり今の時期秋なので、まあバスもちょっと浮いてたりするんですけど、まあしかも小魚を食ってるっていうような状況で、ウィードの上っ面をシャットプラグだったり、まあミノを使って、えー、プラグで楽しめるんですよね。で、かわいさんは、あの、バスフィッシングが大好きな方なので、えー、まあビッグベイトを使ったりとか、まあスピナーベイトをまあ巻いてみたりとか、まあミノをまたやったり、なんだったらトップウォーターもやったりとか、まあい,いろいろとやっていきました。 で、朝一は、まあ、ダウンショットとミノ、シャットブラグで反応があり、で、そこからまた、ちょっと風が弱くなったかなと思って北上しようとしても、やっぱり荒れてたので、えー、何個に入りました。で、何個で昼ご飯まあ、ロータリーピアさんでね、昼ご飯を食べて、で、何個で、えー、再出撃ということで、えー、っと、まあ、何個のウィードエッジは、まあ、コバスはね、めちゃめちゃ釣れます、釣れるなと思いました。 あのー、まあ、反応がありますね。ただ、でかいのはやっぱりね、ちょっと難しいのかなと。まあ、でかいバスを狙い続けなきゃいけないかなと。その、こ、もちろん、小さなバスを釣って混ざるっていうやり方ももちろんあるんですけど、まあ、でかいバスを釣るんだったら、でかいバスを狙い続けた方がまた効率がいいんじゃないかなと思いました。まあ、秋っていうのは小バスも反応してくるし、面白い季節でもあるんですけど、同時にレガバスが狙うのが、 ちょっとね、難しかったりもしますんで、その難しいところを探して探して、えー、釣っていくのが、まあ、バスフィッシングの面白いところ、秋編なわけなんですけど、まあ、まさに秋の琵琶湖だなっていう風には感じました。まあ、あの、でかいバスにはちょっと巡り合えなかったんですけど、モスさんに初バスをね、釣っていただいて、たくさんバスも釣っていただいて、えー、今日一日楽しかったと言っていただけたんで、まあ、次回はでかバスを狙いましょうということで、今日は一日が終わりました。で、河合さんも、あの、まあ、いろんな、 バスフィッシングらしいルアーも投げて、あの、投げて、まあ、ビッグベートの使い方とかも、えー、ご指導させていただきましたので、また次回はね、プラグとかで使って、プラグとかを使ってでかいバスを釣っていただけるように。 え、また、よろしくお願いします。えー、来月もね、ご予約、ありがとうございました。え、夏日ガイド、9月はすべてご予約いただいておりまして、10月以降がね、少し空いている。まあ、11、10月以降募集しておりますんで、11月、12月も、え、ご予約お待ちしておりますので、よろしくお願いします。下の概要欄からチェックお願いします。というわけで、9月4日の月曜日のなすびガイドのお話でした。皆さん、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。